はい、始まりました。The Noisy Zest とよろしくお願いします。ーすはい。まあ前もね、予告編がアップされて、ね、イコライザー、その時は3だったんですけど、今回はイコライザー、The Final。ファイナル っていうタイトルで改めて放題が仕切り直しになりまして、最終ファイナルトレーラーがアップされましたので、この喜びを二人で語ってきたいと思います。<laughs> <れ>よろしくお願いします。はい、ファイ,イナルって言って大丈夫なやつですかね。うん。キーザファイナルとかありましたからね。<laughs> ファイナル詐欺ありますよ、これ。ね、あの爆発でボーンって、うん、あ、マッコールさんもさすがに死んだなとっ,って、海の中からあの、地獄の目標でビューってきて、<laughs> クロールで海の向こうに泳ぎ始めるところで終わるかもしれない。なんかボーンとかね。ボーンも最後は、<laughs> 落ちて死んだと思ったらこう、 動き始めましたから、<laughs> 監督もまた続投で、フークワさん、いやーもうだってデンゼルはね、監督と絆、えー、バンドを築くから、そんなね、ワン <laughs> とツーでヒットしたからって、じゃあ、スリーはまたなんか別の監督なんてことしないから、うん、もうイコライザーを取るならお前だろっていうことはもうフークはもう、なって言いながら、困るなみたいな、こういう感じで。<laughs> <laughs> もうそろそろ苦しいぞっつってそのレンゼルいいやつなんだけど重いなーって思ってる可能性はあるよなんかね <laughs> 肩,肩くまれちゃってなんかその <laughs> ちょっと違うものもみたいなな,なってなんか <laughs> すごいですよねあの続編やんない男が3本三本もやるっていやもうこれはもうしょうがないよね、うん、2すごいもう終わったかなあったじですかもうねもうどんどん畳んだからねさすがに終わったかなと思ったらねえ3で うん、で、まあなんか一応まあノリとしてはもう本当に余生を最後の死みたいなところでね。ねう,ねうん。うん、ゆっくりしようかと思ったらやっぱそこにも、あの、ダニどもが、やはりや。やっぱり <laughs> まだ掃除が、うん、俺の掃除が足りなかったか、ってって。<laughs> <laughs> じゃあ最後にもう一働きして、って、<laughs> <laughs> ねでまたね、共演でね、あの、マイ、うん、ボディガー,ードの。 そうね、ダコダちゃんと共演しちゃって。まだ、まだやってんのかお前って感じで、ダコだからす、ね、るとなんかね。<laughs> まだ売れてんのか。<laughs> そうそう、お前死んだだろ、あの時みたいなさ。<laughs> <laughs> 全然タイトルがさ、マイボディーガードって、しかも可愛い女の子がさ、あの出てくるから、はい、あの何にも知識がない人がすると、ただなんか俺ハートフルアクションもんかと思ったら、ただのぶっ殺すだけの映画だからね、あね <laughs> <laughs> 全然違うんだよ、あれ。<laughs> タイトルだってさ、まあね、マイボディガーダじゃあれマウオンファイヤーですからねタイトルなけ <laughs> <laughs> 全然違うからっていうもうイコライザーも隠しようがないからもう見てる、うん、見にくるの人もどうやったら悪党を血祭りにするかしか楽しみにしてないわけだからねで,ほらで今回ね予告出てイコライザーといえばこうストップ落ちて何秒で仕事ができるかって、うん、今回あれですね 9秒やるっつってて、ね、あの、今まで19秒あったのに <laughs>、10、秒減りましたね、なんか、ね、全然気づいてなかった。うまく言われた。そんなん、10秒も減ってたんだ、みたいな。いや、最初、俺も忘れてて、なんか、あの、ネットとか見てたら、10、10秒減った、10秒減ったって、みたいな、なんか、書いてあった。<laughs> ああ、そういえばそうだっっ。なかなか、精算な仕事をしてましたね、なんかやっぱさ、うん、やっぱ2はなかったことにして、続けてほしいよね、これはね。 な <laughs>、うん、あれを今タイトル変えて2をザファイナルにするべきだよだ順番変えてもらってなんかそうそうそう <laughs> 分かりゃしねってってね <laughs> ファイナルだけずーっとだからどん,どん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 途中が増えていくっていうのそう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  <laughs> 実は実はでどんどん増えてくるんですいや本当だからニクライザーってもともとだってこれ テレビシリーズのわじゃないですか、元はね。あ元のやつはね。このままの座組でテレビシリーズもやってほしいですけどね。<ー>本当はね。ね、テレビシリーズはまた女性主人公にしてね。うん、ああ、りますけどね。そうそう。そうだけど、うん、あれはね、やっぱ見やすくしたイコライザーなんで、だまあ、というと、もともテレビシリーズのイコライザー、はこんな強人じゃないんで。こいう話じゃないんですよ。<laughs> <laughs> こんな、こんな人じゃないんで、もともとテレビシリーズは。 うん。もっともっと理性的な人ですよ。理性版のイコライザーがあったんだよ。俺忘れてたそうそうそう。だからあっちの方はどっちかというとオリジナルのテレビっぽい。誰でも見れるイコライザー。ーこれは、あの、本当にあの、革新版で R しか勝ち取らない。R でしか見る、見せる気がないイコライザーだから、これはね、あっちって。最初さ、第一作目の時はもう、病んじゃって、もう、 なんかもう,もう生きるあれもねえよって言ったら仕事を始めた瞬間にピトッとなんかそれが全部止まるって <laughs> <laughs> 人生のもういなんか俺の生きがいが見えたみたいな感じで血祭り投げてくからそんなああやばい人だったっていうその <laughs> だから久しぶりにね <laughs> このザ・ファイナルはやっぱその匂いがするんだよねなんかねまあちょっと俺ももういろいろやったから <laughs> そろそろもう年も取ったしゆっくりしようかって言ったらまだまだ。 まだまだ片付け、あの掃除しなきゃいけないやつらがいたか、みたいな。<laughs> せっかくなんかね、なんかネ,ネット見たらこうアマル、うアマルフィで優雅な余生をね、プラスする。アマルフィって言ったら、織田裕二さんですよね。ただの地名だよ。<laughs> あったじゃん、映画化すの。それありますよ。<ん> <laughs> ありますけど。真っ黒さんやってくれますから、キューブやるって。 これが、なんだっけ、ね、これが、正中神経だっ,つって、<う>あーっ,つって言って、痛いぞーって言って、<laughs> っ<た>これはまだレベル3だって,って。レベルを上げてるから。<laughs> 性格が悪いからさ、マットホルさんは。<laughs> ガーンってやってさ。<laughs> でも、ね、ま、前のさ、あのティーザーの時もあれだったけどさ、もう階段の行き先々で無残な死体が転がってって、<laughs> でバゴーンって扉が開くと、銃を構えてる方がビビってるって。<laughs> <laughs> マジで容赦ないから、マッドールさん、ほんと、悪人に関してはね。一作目だってさ、あの、マフィアのボスのさ、一番最後に、もう、やるんだったら最後までっていうので、その、本拠地まで行って、<laughs> 皆殺しにして、最終的にう、<laughs> 撃って終われないのにさ、わざわざ感電死させるっていうさ、残虐な、<laughs> 残虐すぎるっていう。もうあの、ね、今回ね、ここで、<う>最後に拳銃をさ、 できる眼球に突き刺して <laughs> そのまま打とうとするっていうそのってか、ね、<laughs> アクションがインドになってきてるんだってもう向こうも。<laughs> <laughs> インド化が始まっているっていうんだからもう世界をインドに敷いてしまえですよ <laughs> だから本当にインドの境地まで行くあの覚悟を誰が決めるかだよなんかね人をこうやってバコーンとぶん殴るとボーンってあの <laughs> ゴーンって回るのをいつやるかだよなんかねもう,うマッコールさんがこうやった <laughs> やんねえかなマッコールさんが向こうから車輪車輪持ってこるこの <laughs> あの。 バウンドさせるとかも基本ですからね、そもそも。人間をバウンドさせるとか <laughs> あの。両脇の男たちをガーンってやって、<laughs> 地面にぶつかると、ブーンってまた上がってくるから、それをドーンってやると、そのまま <laughs> 吹っ飛んでって、その前の敵にワーって。<laughs> そういう基本なんだよ、ね。そう、インド映画でさ、あのムトゥ踊るマハレタのさ、あのラジニー・カントさんがいたじゃないですか。うんうん、復讐人って映画がね、 もうね超絶血に飢えたラジニー・カーントって最高だったよ、なんか本当に。<laughs> 最近ですか映画出して。もう、1、2年かそんなもんじゃないかな。五、うん、年経っ,たって。今、今もだっていいお年入い商年なんだけど、うん、ものすごい超絶アクションで、うん、悪党を全部ね、ぶっ殺してる。血に飢えたラジニー・カーントった <laughs> 完全にファンタジー方面に振ったそういうのか、うん、割とリアル路線で豪快なアクションみたいな。 ファンタジー・ゴア・アクションだってならね一番一番インドが得意とするとす <laughs> もうスパーンってちょっとはじくとガーンってもうアクがぶっ飛ぶんでなんか主人公はね、まあ、神の化身みたいなもんですからねインドアクションであの、うん、警察長官なんでなんか、まあ、あのね、まあ、所長のさらに偉い人みたいな、うん、その一区画をなんかやってるぐらいの偉い人なんだけど問答無用で もう悪党全部殺してからなこうやってバーンってでもやってることはまッコルソンも変わんないですから変わんない <laughs> 俺、本当に、ね、ま、やっぱ1がさ、まあ、2も良かったんだけど、1がやっぱ好きすぎて、俺結局誰なんだって、誰だか分かんないやつに殺されるっていう。いや、怖いからね。うん、しかも性格悪いからね。本当にこ、マッコールさんは。<laughs> まあ、あのー、ね、スマホで写メ撮るぐらいからおかしな人だなと思ったけどね、あの、その人、いい人なはずなのになんでこんな性格悪いんだろう、みたいな。<laughs> 先に、先に顔写真を撮るっていう。うん、撮ったぞ、撮ったぞ、お前ら。分かってるな、って言って。<laughs> <laughs> ね、向こうのマフィアだってさものすごい情報も持ってるわけなのに、うん、誰とかを結局絞りきれないっていうか <laughs> <laughs> こいつは誰なんだっていう敵対する組織押し込んで痛みに合わそうと思ったら自分が監視されてるっていうのがねやまた見たくなってきたねイコライザー,いやーイちゃんとワンはねあの やっぱ背中爆破もあるし、<laughs> 背中にあの爆破を感じながらこうでスタッスと歩くシーンもあるし。まあ、ね、背中爆破を相変わらず真面目にやってるのはインド映画だったりするからね、本当にね。やっぱりだから、やっぱ共通するところがあるってだ <laughs> から、<laughs> 近づいてきてるんだって、本当に。近づいてきて,てもアクションが。うん、もうここまでやんないと人類を満足させられないということになってきてるんですよ、<う>本当に。<laughs> もう持続可能なアクションはインド映画しかないっていうこと多分なってきた <laughs> <laughs> だだからまだね、予告の段階でやっぱ相当今期待持てるわけじゃないですか、ヒコライザー,ファイナーのタイプ。まあね、いや、ほんと、1の匂いがするからね、<ー>これね。いや、そう<ー>もう本編見たらこんなもんじゃない可能性は。だって R ついてるでしょ、これ。そう、R だね、ほんとに。えー、もうしかもさ、2はさ、ちょっと分け知りのやつが出てきちゃったじゃん。う<ー>ん。だからそこがね、やっぱ、あのー、マッコールさんのこと知らない日、 あのー、やっぱチンピラをやっつけるのが楽しいんでこれやっぱねイコライザーシリーズってなん,、うん、なんだこのクソジジってあああああ痛たたたたっそうなんですよね通はちょっとやっぱりそうあのー、話も悲しかったからさそうそうそう友達に死んじゃったりとかやっぱりねイタリア人の南独のジジイってやっぱあれですよ <laughs> なんか <laughs> ねまあ、イタリアンマフィアアででしょ多分できるそのイタリアの,そのフ,ァファミリーがさ、うん、あの幹部たちがこう会食してるところに多分笑いながら多分来るんでしょんか、ま、いや <laughs> 食こ自会?」みたいな, <laughs> なんかく首持ってゴロゴロゴロみたいなういうもうだけどね <laughs> あのみんなの食器とか全部イコライザーアイても調べるからねどうやったらこいつらをやるかみたいな <laughs> <laughs> こいつどうやってここまで入ってきたんだみたいな <laughs> やってほしいですね、痛快なやつをね。これはね、すごいもうね、もう皆殺しだね、もうイタリアのマフィアをね。ドッドファーザーいなくなっちゃうんだよ、だからあの力っ <laughs> <laughs> もうアフターケアもバッチリだからね。うん、可能性があるやつは全部やっつけてくれるでしょ。自分が守ろうとしてる家族のためになんか。<laughs> 何度もねそ、ワンの話って申し訳ないけど、街綺麗にしただけじゃなくて、ね、根元を叩きに行くぐらいだから、ちゃんと。<laughs> ただね、今回そのね、2で亡くなってしまった情報をね、うん、あの、調べてもらう仲間がいなくなっちゃったから、そこら辺のあれがちょっとありますけどね。うん、大学それは、<て>多分地元にいるんでしょう。昔の工作員仲間が、なんか。<laughs> <laughs> あの、あの、それこそあの、46時間みたいに仲間たちがね、その、いっぱいいるみたいな、<laughs> かつての仲間が。うん、やっぱイコライザーはね、やっぱいいよね。その、何回も一作目を繰り返してほしいんだからね。<の> <laughs> いろんなところ行って知らないやらどんどん打ち祭りにあげてくって。<laughs> うん、<laughs> なんだジジイっていうのが全部ジジイにやられるっていうのがね。<laughs> イコライザーは、基本やってることは同じですっていう <laughs> <laughs> そ。それでいいんですっていうね、その。 本当にあの、身の程をわきまねそうをどんどんやっつけてくっていうのがね。<laughs> <laughs> それでいいですよ。まあ、コールさんは。売り物のハンマーで、あの、強盗の頭殴ってればいいですよ。<laughs> <laughs> 本当にあの、絡んじゃいけない人がいるんだなって、あの、本当にあの、ものすごい悪党がビビるというところだけを見たいんだからね、本当ね。反省、反省しろって言って、なんか、最後は説教されて殺されるって言っね。金、金せびりに来た悪徳献官たちに、 おこの <laughs> ボコボコにした後に説教するっていう,う,うね、<laughs> それで、お前に最後のチャンスをやるって、<laughs> 全部罪を洗いざる吐けって言って、<laughs> <laughs> お金が返ってきたーってって、お母さん喜んでましたからね、<laughs> 同僚のね。風 <laughs> 花監督はもうあの、もうこの人から逃げられないなっていう形で、もう多分やってくれるでしょう、次、続編をこのあと。 ライブぐらいまでやってほしいだから。頑張ってほしいね。<laughs> いやー一応だってまだデンゼル、60代。まあ大丈夫。あの、俺はラジニーカントがアクションするの見たから大丈夫。これいけるよ。だって一応このシリーズそんなさ、なんかあのトムみたいな、あんなの。<laughs> いかアクションするわけじゃならね、うん、ちゃんと編集して、まあ、あとこういう動きがうまくできれば、そうですね、このイコライザー・ザ・ファイナルは、ね、10月の6日に日本公開になりますんで、はい、これはちょっともう初日に行って、うん、みんなでイコライザー愛でズキューンって心臓を犬飼いましょう、なんかみんなで。いでね、ということで、また,ちょっとまた、えー、映画を見たら、またその感想を撮っていきたいと思いますそちらもぜひお楽しみということで、ナイトゾ、ぞよろしくお願いします。 はい、ということでね、こんな感じで、映画、映画、映画、もう毎日頑張って、えー、収録しているチャンネルですので、ね、ぜひ動画の高評価とチャンネル登録、えー、もうちょっと言ったら年内に2000人いかもしれないなって、淡い期待を持ってますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。はい、ということで、ではまた、えー、マッコールさんの活躍に期待しましょう。どうも、ご視聴ありがとうございました。